東京市は日本の東京府東部2889年から1943年まで存在していた市である。東京府の府庁所在地、最終的な地域は現在の東京都区部に相当する。東京市が存在していた時期以外の旧東京市地域の歴史については東京都の歴史を参照。東京十五区及び東京府歴史も参照1878年の 軍区町村編成法によって設置された東京十五区1886年の東京十五区の地図。各区は色で縁取られている1878年7月22日、東京府は不可奥都郡軍に分かち、不税収入の多い地域を吟味選定の上、軍区町村編成法第2条の定めるところに従って、旧幕時代の地償を付し、麹町区、陥落。 浅草区以下の東京15区を設けた。詳細は、東京15区を参照同時に、江戸4宿と呼ばれた内藤新宿、品川宿、千住宿、板橋宿という4カ所の市街地に隣接する、旧街道宿場及び農村部に、江原郡東多摩郡南豊島郡北豊島郡南足立郡,南,足立郡南葛飾郡の6軍を置いた。1888年、 東京市区改正条例が交付され、政府の機関として東京市区改正委員会が置かれる。1889年5月1日、前月施行の市政、町村制に基づき、東京府は不可に東京市を設け、東京15区の区域をもって、市域となして区部の財産管理を移り手のひらした。東京市の市政は、同3月交付法律12号。 市政中東京市京都市大阪市に特例を、セツクルの県によって、一般市とは一部異なる変則的な市政だった。東京府知事及び、府諸機関が市長を兼務しており、市役所も、市職員も置かれなかった。その一方で、従来の十五区は、それぞれ単独で区会を持ち、東京市の会の自治体とされた。同年十二月には市長を制定した。 1894年、麹町区有楽町にドイツルネサンス様式の鉄骨レンガ造り2階建ての東京市役所が完成する。この時の建物は、繊細で消失し、東京市が東京都に改変された第二次大戦後の1957年に東京都庁新庁舎に建て替えられ、1991年の東京都庁移転後の現在は、 東京国際フォーラムに建て替えられている。1898年10月1日、東京、大阪両市有志同盟の請願が決実し、市政特例撤廃法が成立。東京市に一般市政が施行され、東京府庁内に市役所が開かれた。府知事の市長兼務は廃止されて、東京市長は感染となり、初代市長には松田秀夫が任命された。 1926年からは市議の5選により市長が選出されるようになった。1907年以前の東京市地図日露戦争、一沖に日本が世界の一等国にの仲間入りをしたという自負が国民の中に生まれた。また日露戦争により日本は軽工業から重工業に産業の中心が移り、東京横浜間には徐々に 京浜工業地帯が形成され始めた。東京市の人口は日露戦争終戦直後の1906年に初めて200万人を突破したが、1908年の約219万人をピークに1913年には約205万人に減少した。そうした中でも東京市周辺の人口は増加を続けており、市内と周辺で相反する状況になった。 大正年間に入る頃から大東京という表現が見られるようになったが、それは多くの場合、従来の東京市と隣接五郡八十二町村に合併して、成立にしばしば北多摩郡絹田村、千歳村を加えた地域を指していた。これは現在の東京特部の区域に相当する。1914年7月28日に第一次。 世界大戦が勃発11月11日終結。これにより日本は1915年市も半期から1920年3月まで大戦景気に沸き、市内も周辺も人口が増加した。1922年4月24日には、旧都市計画法に基づき、東京市と上記六軍84町村が東京都市計画区域として定められた。同年十月二日には、 当市を含む人口の多い6市が6大都市となった。1923年9月1日に関東大震災が発生、東京市も被災し、特に下町が大打撃を受けた。この影響で1928年から1932年の近隣町村編入までの間、大阪市に人口規模で抜かれることになったに、周辺の東成群、 西成郡に属する全町村を編入したこともあり、人口のみならず、面積においても当時の東京市を凌駕していた。1932年10月1日、近隣の五八82町村を編入して新たに20区を置き、東京35区となった。1936年10月1日に北多摩木絹田村、千歳村を世田谷区へ編入し、 現在の東京特部の範囲が確定した。東京府都政施行及び東京都政も参照第二次世界大戦中の1943年7月1日に内務省主導で東京都政が施行され、地方自治体としての東京市と東京府は廃止されて、現在の東京都が設置されるとともに、それまでの東京市役所の機能は以降は東京都庁に移された。 旧東京市35区は、従来同理議会を持つ自治体としての性格を保ちながらも東京都の直轄下の区とされ、従来は東京市の理院が任命されていた区長には管理が任命されることとなり、東京都長官の指揮監督を通じて内務省による統制が終戦後の1947年3月15日、旧来の東京を35区は東京22区に再編され、 同年5月3日の地方自治法施行により、同法の定める特別区となった。同年8月1日に、旧練馬町他4村の区域が、板橋区から分離して、練馬区が成立、東京特部となって、現在に至っている。歴代の東京市長については、東京都知事一覧を、参照1932年1936年、近隣町村編入図工事町区、 神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、布区赤坂区、四谷区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区同時に、麻布区渋谷広町、渋谷下広町、渋谷上広町、麻布広町が、南豊島郡渋谷村の大技となる。旧江原品川区、江原区、目黒区、大森区、鎌田区、 世田谷区9、豊玉郡渋谷区、淀橋区、中野区、杉並区9、北豊島郡豊島区、滝野川区、荒川区、大地区、板橋区9、南足立区は足立区9、南葛飾郡向島区、上東区、葛飾区、江戸川区東京市は小学校と中学校、高等女学校を設置していた。ナンバースクールの場合、府立は名称が 東京府立大中学校だったのに対して、私立の場合は、大東京私立中学校だった。都政志向の際、東京私立の学校はすべて、東京都に移管された。1948年に小学校は、特別区に、再び移管された。東京都庁及び、東京都期は、旧東京市長を継承したものである。ただし現在では1989年に、 制定された t の字を図案化した東京とシンボルマークの方が多く使われている。1926年制定の東京市化は1947年の東京と化制定後も廃止されずとかに準じた扱いで存続している。都民の日である10月1日は一般市政による東京市発足の日にちなむものである。 警視庁の区部警察署の所轄区分は東京35区当時の区分を踏襲している。ありがとうございます。